あー、暑い。暑い。暑い、マジで。今日やばい。今日やばいんですよ。いや、何がまずいってやばいんですよ。暑いんですよ、とにかく。収録してるのが4月の下旬なんですけど、暑い。暑い。5月の上旬ぐらいの暑さなんですよね。思わずですね、今日帰りに、ボディシートを買ってしまってですね、思わず。暑いんですよ、マジで。ちょっと皆さんの地方はいかがでしたでしょうか。まあ、4月の末なんですけどね。いやー、僕の住んでる地域ではかなり暑くてですね、本当に、ちょっと上着がいらないぐらいの、下手したら半袖半ズボンでいいんじゃないかぐらいの暑さだったんですけど、日中。本当に。ということで、どうも、みつでございます。どうも、ちーぼぉでございます。お久しぶりでございます。ですね、まあ、4月の下旬ということでですね、まあ、何かこう、来ませんか？思い出すことありませんか、ちーぼぉさん。4月の下旬です。4月の下旬。はい。なんでしょう。とあることがあったんですね、4月の下旬というと。とあること。はい。なんでしょう。なんでしょう。わかんないです。なんとですね、昨年ですね、2014年の4月の22日にですね、我々、初めてのラジオを収録した日なんですよ。実は。4月の22日に我々初めてのラジオを収録した日なんですよ。ということはですね、4月の下旬ということで、なんとですね、我々、ラジオ、コラボラジオ、コラボ実況もしましたけれども、コラボしてついに1周年が経ったわけでございます。素晴らしい。いやー、ついに1周年ですよ。もう1年経ってしまいました、あれから。1年ですか。はい。なんか、そんな気がしないですね。なんかね、つい最近のことのように、多分、年を取ったせいだと思うんですけど。1週間じゃない、1年経ったわけですね。1週間じゃない。1周年経ったわけですね。今回は、その1周年を記念してですね、ちょっと乾杯をしようじゃないかなと。乾杯を。わけですよ。で、一緒にプシュッと開けようかなと思うわけでございますよ。缶の方を。ちょっとじゃあ、せーので開けましょうか、せっかくなんで。はい。いいですか？いいですか？聞いてる皆さんももしよろしければ、缶の準備を。どんな缶でも構いません。一緒に開けましょう。ぜひですね。大丈夫ですか？ OK です。じゃあ行きましょう。せーの。あ、いい音！いい音！いい音！いただきます。いただきます。これ、乾杯しないですか？あ、乾杯しましょう。飲んじゃいました。あら。飲んでないです、飲んでないです。乾杯しましょう。乾杯しましょう。乾杯。ああ。1周年でございます。で、1周年なんですけど、ちょっと、このラジオを収録する、前にですね、このラジオをちょっと久しぶりにやりましょうよっていう話をですね、ちーぼぉさんの方から来まして、で、そういえば1年くらい経つなと思って、今までのラジオをちょっと聞き直してみたんですよ、僕がですね。本当ですか？自分が編集したのも含めて、今年に入って、1年間ですね、上げてきたものっていうのが、まずラジオが全部で4つのものを上げてきまして、はい。ゲーム実況の方は、2つのシリーズを上げてきました。はい。で、特にラジオの方に注力して見てみたんですけど、なんだろうな。と、その今別々でもちろん編集はそうなんですけどタイトルをつけちゃってるんで、なんかせっかく2人でねこうやってるラジオなので、何かこう1周年っていう節目なのでちゃんとそのタイトル決めようかなと思ったわけですよ。その我々が今やってるそのラジオの、番組名ってわけじゃないですけれども、何かあってもいいんじゃないかなと思うわけなんですよ。今別でタイトルつけてるじゃないですか。はい、そうですよね。なので何かこうタイトルつけたいなと思うんですよ。何でしょう。で、おそらくこの動画が上がる頃にはもうタイトル決まってると思うんですけど、この中でそのタイトルを考えるっていうのは無理があると思うので、それを頭の隅に入れつつ、今日はいろいろこの1年間をさらっというか、していければなと思う所存でございます。あとは雑談とかいろいろしながらまた、お話をしていこうかなと思います。はい。特に今回はテーマはないですね。テーマあるっちゃあるかもしれないですけど、1年間おさらいをしていこうかなと。1年間のおさらいですね。はい。すごい。1年経つわけですね。早いものですね。1年前に何をあげたのか覚えてないですね。1年前ですね、我々が4月の22日にその撮ったというのが、初めてのラジオで、話すネタをどうしようかっていう話をその収録前にしてたんですけど、その時に上がってきたのがお互いのその共通してるものがないかという話をしてたんですよ。で、その共通してるものといえば、さあ何でしょう？共通してるもの。はい。キングダムハーツですか？そうですよ。そう。キングダムハーツについてのお話をしてたんですよ。で、キングダムの話をしようということで、僕が50個の質問を用意して、その質問に答えながらお話ししましょうねっていう感じだったのが、私が手書きで書いたやつですね。ちもさん、丁寧に手書きで書いていただいて、ダラッともう文明の、使って、楽をしたラジオだったんですけど。なんでエクセルじゃない、ワード使わないんだって、後から思いました。いいと思いますよ、アナログな感じで。いいと思いますけど。それがまず初めてのラジオだったんですね。結局あっちにフラフラこっちにフラフラしてて、結局かなり長い時間喋ってたんですけど、それがまず1本目でした。で、2本目がですね、2本目が確か、千穂さんが、主導でやっていただいたんですけど、あるあるですね。はい。見っぷりですが、完全にもう僕に喋れよと。喋るよ、完全に僕に任された感があるんですけど、あるあるをやっていきました。こちらの千穂さんの方に全部ものを用意していただいて、で、僕は完全にそのお客さん的な感じでゲストとして呼んでいただきました。なんか長いやつですよね。そうですね、結構質問の数ありましたね。で、やっぱりその第1回目も第2回目のラジオも、そのお互いそのゲスト感があったんですよね、やっぱり。完全に僕、その第1回目の時ゲストって完全に言っちゃってるんで、だからこそそのお互いゲストじゃなくて2人でできるようなものにしたいので、これからですね。なので、そういった意味でもやっぱりタイトルは考えてみたいなとは思うんですけど、あとは個人的な話ですけど、もうちょっとラジオっぽく編集したいなとは思いますね。おそらく上がってる頃には編集されてると思うんですけど、ラジオをした感じで、ね、ラジオなんて、それっぽいものにはしたいなと思うんですけど、ラジオっぽい編集ですか。おのおのの、編集のこだわりがあると思うので、そこは皆さんそれぞれ見ていただいて楽しんでいただければと。私だったら、編集というより、絵を描いて、やりたいなと思います。ですね、皆さん、千葉さんの絵をぜひ見てみて、めちゃめちゃうまいんですよ。でその後に僕の絵を見てみてください。ひどいんですよ。小学生以下幼稚園生ぐらいが描くような絵を描くんですね。はい、僕も自分のラジオ上げていく中でいろいろ絵とか描かせてもらってるんですけど、すごいですよ。フリーハンドで描いてますけど。うん、なのでこういった面白みもありますよね。僕はもう完全にその例えば音響とかそういうので攻めてガンガン攻めていくようなものを作っていくんですけど、千葉さんはこうイラストとかで、うん、作っていかれると思いますので、まあ、そこは編集を楽しみにしていただければと思います。はい。もう全然関係ない話になっちゃうんですけど、はい、私の誕生日にみつさんがすごいイラストをくれて、はい、それがもうすごい嬉しかったです。はい、ああ、いえいえいえ。まあ、はい、前にその誕生日をですね、僕祝ってもらったんですよ。教えてはいなかったんですけど、どうやらですね、僕のそのスカイプの方にですね、どうやらまあ誕生日が出ちゃうらしくて、ね、まあそれで僕の誕生日を知っていただいた千代さんが誕生日の日に僕にメッセージをくれたんですよ。おめでとうございますと。俺なんでこの人知ってんだろうと思いながらいろいろ会話してたんですけど、あ、そういうことかと思ったんですけど、いや、まあそのお返しができればと思って、まあ、今まで僕もね、いくつか絵を描いていただいてたんで、はい、そのお返しができればと思って、実はですね、もうこの絵を描くのにどんぐらいだったの ?1 ヶ月ぐらい前から準備してて、1ヶ月かけて、まあこの出来なんですけど、はい。すごいです。まあもうちょっと画力があればなと。いやもうだったんですけど、大好きなキャラがもう全部いて、はい。わーっと思って。多分真ん中の4人しか僕注力してないんですよ。力入れてないんですけど、もうあとの周りの6人はもう適当に書いたんですよ。もう誰だわと思いながら。もう私も今年書かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。もういっぱい書いてもらってるんですけどね。お楽しみに。はい。まあまたもらったらアイコンにしようかなと思います。本当に絵の描ける人っていいですよね。本当に思うんですけど。本当それ思います。いいな。描いてても絶対楽しいだろうなって思うんですよね。いろいろ描ける人がすごい羨ましくて。ね。いいな。いろいろピクシブとか見てると、あ、いいなと思うんですよね。うまっみたいな。はい。本当に。まあこんな感じでいろいろと話をしていますが、まあそうですね、やっぱりラジオチックなところでいろいろお話ができればと思います。いろんなその2人の編集の違いとかを見ていただければ。いただければと思います。まあつってもその今までのね、そのラジオとかを聞き直してみてもやはりですね、俺がうるさい基本俺がうるさいんですよね。本当ですか？喋って。そんなことないです。でもどんどん喋っていただいて。いや私はヘラヘラしてるだけだなと思いますよ。そうつって。1本目がそのまあ金波喋って、2本目がそのあるあるを喋っていって、3本目にまたお互い知ってるものがあるかなっていう感じで、でこちらも確か千葉さんからの意見で出たんですけど、ポケモンの話をしました。こちらもいくつか質問を用意して話をしていきました。うん、はい、これが3本目でしたね。まあこれについてはどうだろうな。いかんせん僕がガチ勢ではないので、あまり細かい話はできなかった、ね。結局ね、まあその後の話ですけど、対戦とかをしましたけど、まあもしよければこちらの方を見ていただいて、あ、こいつダメだなといただければと。もうみつさんがはいなんかY さんに教えてくれて、はい、なんかそういう厳選とかをし始めたら、はい、私どうするんですか？千葉さんは千葉さんで進めていただいて。僕がいつかリベンジしに行きますんで。私も厳選します。ずるいです。もうどんどん進めていただいていいですよ。ちょっと何言ってるんですか。やってていただいて。もちろん厳選していただいて大丈夫ですよ。僕もその分厳選しますんで、頑張って時間見つけて。私もやりますよ。はい。まあそうなんですよね。そのまあ千葉さんと対戦した後の話はまた後で話をするんですが、で4本目がですね、去年の末ですね、12月の中旬くらいだったかなに、収録をしたんですけど、それがその2014年を振り返ってどうのこうのっていう話でした。うん。はい、でまあお互いのその実況の話をしたりだとか、将来じゃない来年はこういうことやりたいなとかはいっていう話をしていきました。うん、はい、でその後ですね、今年に入ってからまあ実況を始めて、まあ、お互い知り合ってからの夢であったその、まあ、ゲーム実況でのコラボっていうのがね、はい、実現したわけなんですけれども、うん、まず一つ目がそのポケモンでしたね。ポケモン、うんまあ初めて対戦させていただいたわけですけれども、はい、うん、私の方も出力できればいいんですけどね。そうですね、なんかそれだと面白いですよね。3つ画面とか、はい、中央画面みたいな感じでそれぞれでアップしてみたいな、それぞれの視点みたいな、視点で3つ視点中央視点でみたいな楽しみ方がありますからね。うん、なんで DS も Wi-Fi 切れたんですか。それはまあ僕会社に問い合わせてみてください。お客様センターにピーポーパーポーパー、あもしもしってすみません Wi-Fi つなげてくださいよって。その声なんですか。はい、お察しください。使いたいんですけど。こうやって、ね、馬鹿にするからファンに叩かれるんだよ。すみません。はい。まあそれはさておき、まあそんな実況もやりました。で、2つ目がですね、まあ、まだこれから多分どんどん上げると思うんですけど、モンハンをやりました。まあ4ですね。4G ではなくて4をやりました。うん。まあ、そうですね、僕がいかんせん、全然進められてないので、もうちょっと進めていかないと、まずいなと、やってて思いました。もう直前までなくしてましたもんね。そうなんですよ。撮りましょうねって話をして、そしたら千葉さんから「すいませんモンハンないんですけど」みたいな「えどういうこと？ないってどういうことや？ないです」とか言ってまあ結局よかったんですけどね。もうミツさんのなんかカセットの違うカセットとかに入ってないですかとか、 はい、あとポーチとかに入ってないですかとか送ってくださったのに、はい、あそれはもう見たんですよないんですとか言ったくせにありましたって、あどこにあったんですかポーチですすいませんポーチにありました恥ずかしいやはりなと東大元暮らしだなとプリンの中に入ってました。ああ、なるほど。皆さんも何かをなくしたときには初心に帰って探してみてください。はい。あるところにありますから。ポーチとか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 ポーチの中に探してみてください。あるかもしれません。ポーチ絶対ポーチにあるんですよ何かしらあ印鑑がないとか思ったらポーチにあったり結構物ってなくしますって言い方もおかしいですでも最近になって、はい、なんかあれないとか言って言ってるくせに、何でしたっけ消しゴムとかを持ちながら、はい、右手に持ってるのにあれ消しゴムないとか言ってあれじゃないですか、よく漫画でよくメガネがないメガネがないお前かけてるよみたいなメガネかけてそんなパターンじゃないですかかけててないっていうのはないんですけど持っててないっていうのメガネないんだけど探した挙句に持ってたみたいなそれで探してもらって、友達とかにで自分で途中で気づくじゃないですか気まずいですよね。気まずくて、はい、そっと隠して「あった!」とか言ってよく僕小学生の時にそれやりました。はい、なくして結局すごい近くにあって家族にすごい探してもらってんのにみたいなありましたね。え、どこにあったのとか大体言われるじゃないですか。はい、あ、その辺にあったよみたいな。まあ貸すんですよね。もう出します。いやー、まあ皆さんも管理にお気をつけください。